11月の歌、ランプの下こならの炎をいろり囲んでよもやま話、柿の皮むく秋の夜長、闇走るあれは野分け、それとも初しぐれ。今は昔300年前、九州伊万里の陶工柿右衛門は、太陽照り返す柿の実に、眼くらみ心狂い、旗の目にはでくの棒、色に疲れた三年の昼と夜、やがて器に柿の赤添え、人の世に光添える。人の世は光それとも影、今は昔五年前昭和の頃、一人暮らし81のおばあ、自ら沈み姿消す11月天竜の水、青立ち返る秋の空、老いの手届かぬ高みには、枝もタワーは明けにつぶらな炎の実り、秋の夜長いろりに座り、柿の皮むく81年、下に甘える干し柿作りままならず、誰かにあげる喜び消えて、喜び消えて人の世は光りかげる。今はこれまで81のおばあ、自ら沈み姿消す天竜の水、闇走るあれは野分け、それとも初しぐれ、ランプの下こならの炎をいろり囲んでよもやま話、柿の皮むく秋の夜長夏は緑に影涼しく、秋は鳥獣また人間に、百戦の実り惜しまず、冬ざれば葉を捨て日差しうらら、この木学名ディオスピロス柿、すなわち神の炎を、はじめ渋柿渋徳、今一度太陽に思いを焦がし、白く霜吹くまで霜に熟し、ついに甘くうまくなる。これは命の糧、それとも命の光。はい、ありがとうございます。これ非常に綺麗な、あの柿の赤い炎のような熟した風景、いいもんですね。あれ11月か。そのおばあちゃんは知ってたんですか。はい。あのその入水したおばあちゃんが名の会ったことあるんですか。あ、そう。いや、天竜は、ね。あ、いや、このおばあちゃん、いや、この話を聞いたの。あ、そうですか。ちょうどその時に自殺したおば入水したおばあちゃんがいたわけ。それで僕はショック受けたわけ。なんで死んだんだろう、で聞いてみたら、そのもう柿の実を見て、赤い柿の実を見て手が届かない、それで自分の孫とか、近くの子供たちにあげようと思って取りたいんだけど手が届かない悔しさのあまり死んじゃったって言うんだよ。でどうもどこまでが真相かよくわからないんだけど、直接聞いてないから間接的な話だけど、そういう話を聞いて書いた詩です。これあの僕英語でも書いて、アメリカでもかなり読まれてます。4、5年前。ノベンバーソングってやつだ。4、5年前、ここらでも。はい、4、5年前、この近くでも、おばあさん自分で川に入って死んだ。自分で川に入って。川に入った。死んだ。やっぱり死んだ、うん。やっぱりそうなるんだね。だから普段は全然ね、もうあの足が悪くて、あの遠くに行かないおばあさんが、その日の朝に限って堤防を歩いてたっていうことで、で行方不明になって、なるほど、まあ、私も消防団ですから、たくさん人集まってきて探しに行った。
で結局川の中で川の中で沈んで自分で入った自ら入ったこういうケースだね、うん、本当です ありがとう分かりました。はい、次はどういう詩を読みましょう。希望がありますか。見る。何か詩がありますか。見ること。寝ること。見る。見ること。うん、それが何。それについての何か詩がある。そういう詩がある。あれば。あ、見ること。見たり見れたりする。いや、それ見ることはいっぱい書いてるじゃん。うん、たくさん書いてるよ。これもそうだな。これは木の実道っていうのか好み道なのかな。木の実が実ってる。あれは好みですか木の実ですか。好み。どっちがいいの。好み、好み道がいい。いや好きなように読めばいいんだよな。だから好みがいいですかね。響きです響きとしては。好み。子供の子で。いや、木の実だよ。うん、木の実ですよ。これを好みと読むと、その子供の実と道とも読めるし、聞けるし、で、木の実、道と読めば木だなと分かるし、随分迷ってるんだけどね。あ、そうですか。うん、まあ、読んでみましょう。里山、風晴れて、くるみ拾っている一人道不審のついでくるみあわあけびむかごまたたび山ぶどうきのみ道きのこ道けもの道人間の道この道は続く青に天に溶けるまで草に座ればまなかいに花一つ君は誰答えなし恋人の名を呼んでみる声高く花めでるこの手をいざ君に捧げよう花に手あり足あり顔あり今笑う笑って飛んで蜘蛛の巣くぐりくるみに化けたのつかまえた。はい、ありがとう。なかなかいい詩だと思う。そうですね、いい詩です。僕の詩の中でもよく面白い詩の一つだ。やっぱり歩いてるリズムが。そうです。歩いてるね。森を歩いてるってことがよくわかる。次はこれはいろんな機会に皆さん聞いてるでしょう。これで十分足に土手に斧目に花耳に鳥鼻にキノコ口に微笑み胸に歌肌に汗心に風ソイルフォーレグスアックスフォーハンドフラワー for eyes, bird for ears, mushroom for nose, smile for mouth, songs for lungs, sweat for skin, wind for mind, wind for mind, just enough.